こんにちは皆さん。こんにちは皆さん、今日はですね、日本では回転焼きという名前で有名なこういうやつですね、見えますかね、こういうやつがあると思うんですけど、まあ場所によってちょっと名前も違うみたいですけど、今川焼き、回転焼きと言われるやつで、ですね、台湾にも同じようなものがあってですね、本当品、車輪餅という名前でよく売っています。で、その中でも、小豆、カスタードっぽいクリーム、チョコレートといろいろ種類が多いんですけど、今日はですね、僕の家の近くのスーダーイエス師範大学夜市に最近、まあこの 2,3 ヶ月でできたんですけど、このお店を紹介してみたいと思います。じゃじゃん、こちらです。ラクメ車輪餅ですね、ラーメですね、ラブホイールスケーキ、まあそのまんまですね。では食べていきたいと思います。おー、いい匂いします。こういう感じです。まあ今川焼きですね。ただちょっと生地が薄くてですね、あんまりこの皮の食感があんまりないです。ではいただきたいと思います。おいしい。で、これ中がですね、ちょっと灰色っぽいやつなんですけど、これタロイモです。ああ、これ焼きたてだ、おいしい。台湾に来て最初にこれを見た時に、あ、日本のやつがあるって思って食べたんですけど、日本の小豆やカスタードと比べてかなり甘さ控えめなんですよね。甘さ控えめで外側が薄いので、ちょっと日本の今川焼きを食べようっていう人はちょっと違うんですけど、でもすごい美味しいです。そしてなんとこれ実は1つ12元なんですよ。12元ということは今でいう40円ぐらいですね。1つ35円ぐらい、35から40円ぐらいで、夜市でまず絶対僕は食べた方がいいというおすすめです。はい、こういう感じです。これからも台湾情報をいっぱいアップしていくので、もしよかったら皆さん、ここの赤いチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録してください。今年までには1万人を目標にしています。頑張ります。それでは。